こんばんは。ようこそ初耳怪談へ。まずはレギュラー陣の皆さんです。お願いいたします。お願いします。お願いいたします。そして本日もですね、スペシャルゲストの方お越しいただいております。もうあの大御所中の大御所でございます。ちょタック本当に気をつけてね今回。はい、大丈夫ね。はい、いろいろこれは言っても大丈夫ですかって確認しました。ちょっとじゃあ攻めるわけね。はい、まあお優しいんで大丈夫だとは思いますけども、最悪こう出ます。あ、お願いします。今回はその辺も、はい、みんなで行きましょうね。はい、はい、では、失礼じゃないです。紹介いたします。会議収集家でございますね、中山一郎先生です。お願いいたします。よろしくお願いします。2回目のお招きありがとうございます。ありがとうございます。今日も大阪の方からね、はい、来ていただいて、はい、収録終わったらすぐ帰るとんぼ帰り。そうなんですね。お忙しいんですよ。谷口さんもね、もうずっと、あ、そう、もうマネージャー、あ、マネージャーそうだった。マネージャーになってないです。あの、ずっとね、大阪の時からお世話になってまして、中山先生の影響を受けた怪談師の人とかもいっぱいいますし、レジェンドなんですよ。そうそうそう、はいはい。中山先生の怪談、ね、ただその背中を見て今こうね、なんとかやってますっていうね、うちの一人が谷内さんなわけですもんね。いやいや、本当そうですよ。だから本当にもう新耳袋に影響を受けた人たちっていうのはめちゃくちゃ、もう無名時代化してますからね。あ、そうですよね。そうそうそう、あの竹内義和さんのようわからんイベントとかやめろ。それも中山先生も見ていただいて、竹内先生もわけのわかんないイベントしないからあります。そうですよ、本当に。もうね、2回目なんで番組もね、2人もね、僕ら中山先生のイベントに呼んでいただいて、そうなんです、そうなんです、オールナイトで、あら、ダークナイト、あのダークナイト、あの、ね、あれでしょ、はい、あのライブはオールナイトだけど、はい、本番はライブが終わった後っていう、はい、いや、帰っちゃったんです。そうなんです。帰ったの翌日、これがあったんですよ。これね、本当にタックも消そうでもいいんだけど、はい、先生のイベント出させていただきます、はい、オールナイトです。終わった後、あの朝一からあのジンギスカン屋さんに行きまして、でそこから昼過ぎまで、あの打ち上げが続くっていう、はい、地獄じゃないですか。地獄、めんどくさいよ。地獄、地獄、天国です。言葉の言ってないよ。もう一度地獄で打ってやろう。先生と一緒で行けば、はっきり言わせてください。あの、僕は参加しましたから、はい、地獄です。地獄の方が天国。マジでも元気すぎんのよ。さっきまで階段を話してたのに、その後の打ち上げもなんか昼過ぎまでずっと階段を流れてて、スタッフさんとかも共演者が全員もなんかもう脱落していくっていうね。まあビール飲みながらね、落ち着きましょうというあれはそういうことなんですよ。クールダウン流れないです。本当にパワフルですよね。はい、あと携帯電話の方は相変わらず持ってません。あ、そうなんだ。そう、はい、なかなかね、連絡もつけづらい。厄介ですね。そんなことはないよ。電話はちゃんと家にあるし、パソコンもあるし、もあるし、ね、メールはちゃんと届くし、ね、本当にね、本当に厄介とか言うな。違う、これ乗ってしまって、スイッチ入れるから。地獄の流れでね。さあ、ではね、早速こちらのコーナーから参りましょう。初耳井戸端会議です。このコーナーはですね、毎週決められたテーマで、まあ、それにまつわるですね、お話を、まあ、各自持ち寄りましてお話をしていこうというコーナーなんですが、あさって1月の31日が愛妻の日なんですね。あ、1が愛、アルファベットの愛で、31で愛妻、愛妻の日。テーマは今回夫婦でいきたいと思います。夫婦はね、怖い話いっぱいありそうですもんね。そんなことないですよ。そんなことないです。幸せな話ばっかりですよ。あ、そうですか。でもずらーっとこうね、夫婦をテーマにした階段皆さん出していただいてますんで。なるほど、これまたかなり、ね、面白そうなテーマ、はい、そうですね。タイトルありますね。あ、いいです。真っ黒の婚姻届です。面白そうですね。赤い封筒ってやつ。あ、そうです。この赤い封筒と夫婦結婚といえばもうあれしかないと思うんですけど、わかります？冥婚って皆さん聞いたことないですか？冥婚って台湾とかに残ってた大昔なんですけど、一部風習で、あの、拾うとですよね。そうです。道端に赤い封筒が落ちるんですけど、それを拾うとですね、周りから人がゾロゾロゾロってやってきて、この封筒の中に何が実際あるかっていうと、亡くなった方の写真、爪、髪の毛とか現金とかが入ってるんですよ、はい、でそれを拾ってしまうと、その方と結婚させられると。でその方っていうのは亡くなられた方なんですよ。でこの死者と生きてる方を結婚させるために台湾に残ってた一部の風習なんですけど、
これが名根というものなんですよ、はい、でこれ今もうさすがになくて、ただこういう名根行われましたってなると結構大々的にニュースになるぐらいもう珍しいことにはなってるんですけど、法律上は亡くなった方と婚姻関係を結ぶことっていうのができないんですよ、はい、じゃあその拾った後どうなるか、これ拾って一応形的にはもうあなたたち拾ったから夫婦ねってなってるんで、あのお正月とかそういう時に相手方のご家族のとこにわざわざ帰省しないといけなくなるんですね、それめちゃくちゃ面倒くさくないですか。面倒くさいですよ、だってなんで知らねえ人の家行って飯食わないといけないんだって話じゃないですか。はいはいはい、ただこの道端でこう台湾の場所で赤い封筒を見つけても絶対に拾っちゃいけないですよっていう話が、これはオカルトになるんですかね。まあどうなんでしょうかね、まあ、風習風習ですね。風習はまたちょっと違いますね、まあ、でも風習もまあ そこに信仰があって神秘があれば、なるほど、そこを深掘りして考察していけばオカルトになるかもわかんないです、ね、ちょっとなんかすごい怖い風習があるってことでなんかね、ちょっとゾワゾワしたんですけど、ちょっとこう中山さんこう気になるタイトルとかありますか。私じゃないっていうのは。私じゃない、うん、私じゃない私が、あこれ僕ですね、あそうなん、はい、うん、夫婦の間でルールとかってあるじゃないですか。あります、はい、いや強さあるじゃない、あるんですよ、はい、やっぱりその夫婦独自のルールみたいな。で、この話いただいた方のその独自のルールが、奥さんの方がめちゃくちゃ霊感が強いと、うん、めちゃくちゃ霊感が強くてしょっちゅう金縛りになるんですって、うん、で金縛りになった時に自分でもう無理やり解ける時もあるけど大抵その解けない場合が多いと。旦那さんが隣で寝てて目が覚めて、あこれ奥さん金縛り合ってるなって思った時は起こしてって。へー、それがルール。それがルールだったんですって。で、ある時いつもみたいに金縛りになって、あこれ解けないパターンの金縛りだなと思って、ちょっと助けてよってこうお願いしたんですって、はい、で助けてあ動かないってなって、助けてよってなったらガバッと起きたと旦那さんが。で旦那さんがいつもみたいにこう覆いかぶさってきて起こそうとするんですけど、奥さんの顔を見たまんまみたいな感じになってるんですって。止まってるというか。でその後布団かぶって寝たんですって旦那さんが。で解けないじゃんってなって、何こいつって思って、でそのまんままた寝落ちしてしまって、翌朝あんたルール破ったでしょと、うん、あそこまで目覚めて起こす準備までしたのになんで無視して寝たのって、うん、いやごめんっつって、起きてお前の顔見たら、うん、お前の顔じゃなかったんだよ、違う女の顔で、なんやったら金縛りにあってんじゃなくて手が徐々に動いて旦那さんの首を絞めようとしてきたんですよ、だからめちゃくちゃ怖くなったから無視して寝ちゃったんだよごめんって言って。で私が金縛りに遭ってる時って普通に金縛りに遭ってるだけじゃなくて違う何かが自分に乗っかってる可能性もあったっていう話を聞かせてもらったんですよ。何なんですかねそれね。何なんですかね。まあ金縛りでもねいろいろあるみたいなんですよね。種類ですね。そうなんですね、うんうんうん、単なる本当にお疲れからこう金縛りとか、はいはいはい、何かを見てる、何かに遭遇しているというようなのもあったりとか、なんか今なんかその、ね、無視したら首絞められて危ないわけじゃないですか、うん、なのに無視したってことは旦那さんからしたらその顔がもしかしたら知ってる顔だったんじゃないのって。わ怖いこと言いますね。怖い。で何か自分がひどいことをしちゃった女の子の顔だったから、うん、やばいってなってっていうことだったりすると何か説明つかありますね。今度話すときその展開にします。その展開にしますって何だろう。良かったから。マルシー柴田だけお願いします。さあちょっと怖い話続きますけども、そうですね、なんかここまで怖いんで、ちょっと夫婦ね、ちょっといい夫婦の話も聞きたいんで、どうしましょう。おしどり夫婦、いいですよね。ね、絶対良さそうです。これ絶対いい話でしょ、うん、これどなたですか。じゃあ私が、おお、まあ、おしどり夫婦っていうのが正しいのか分かんないんですけど、ちょっとまあこういう話ね。ある社長さんがいまして、そこにね大学の友達が久しぶりに訪ねてきたんですよ。お久しぶりだなって言って、まあ、仙台に住んでる方らしいんですけども、5、6年ぶりで、どうしてたって言って、こう懐かしい話。その人はおしどり夫婦で知られてたんで、うん、奥さん元気かって話をするんですけども、いやもう俺しんどいよって言うんだって。でブツ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 って不景気でな、あそういやお前自営業だったな、っていやお前のとこも大変だろうけど、もうみんなこのご時世大変なんだよって言うんで、も大変だ、俺もう疲れたよ、奥さんどうすんだよお前、そんなこと言うなよ、あもう昼飯どけだ、一緒に飯食い行こうって言って、友達の
背中をポンと叩いて、で会社を出て近くのレストランで食事したんですよね。ちょっと高めのレストランで、俺がおごるからって言って社長さんが、でビールも頼んで、で豪勢な食事をして、でその友達と別れて会社に戻ると、秘書さんが、あ社長、あのお電話かかってきてますよ、あありがとうありがとうと取ると、さっき食事した友達の奥さんなんですよ。ほう、あお世話になっております、あお世話になっております、実はあのうちの亭主朝方亡くなりましてね。えっ、いやそんなはずありません、私あのさっきまでご主人と食事してたんですけどね。いやそんなはずありません、あのうちの主人は長いこと東洋生活で入院してましたし、亡くなった時私がそばにいたんですよ、でまた告別式とかまた決まりましたら追って連絡しますってガラッと切れて、えっとなるわ、いや今まで飯食ってたと、でもう狐につままれたってこのことなんです、うん、えっと思って、でその翌日なんだって、あの専務さんが社長室に帰って、はい、あ社長、あの昨日はあのお昼ごちそうさまでしたって言うんで、何のこと、いや社長昨日あの一緒にお昼食事したじゃないですか、ちょっと豪勢なお昼でビールもいただきましてありがとうございますって言うんで、いや何言ってんだよ、昨日お前食事行ったの俺仙台の友達と行ったんだよって、何言ってんですか社長、社長室に私が入ったらニコニコ顔で食事でもしようって私の肩トーンと叩かれて、一緒に食事行ったじゃないですか、いやお前とは行ってないって、じゃあ何食ったか言ってみろよったら、そのレストランでその仙台の友達と食べたメニューを言って、ビールの銘柄もその通りなんですで、だからその専務さんがで、昨日あの社長もう上機嫌でこれからの会社の方針だとか、うん、それから経営のことだとかおっしゃって、私と感銘を受けましたんで、それを書類にまとめてまいりましたってことをご覧くださいって言って渡された資料を見ると、これからまあ専務に相談しようかと思っていたものは全部ここに書いてある、じゃあ俺彼に報告してるんだ、なんだけども社長の記憶としては仙台の友達と食べたという記憶しかなかったっていう話なんですよ。もしかしたらなんですけど、その社長は間違いなくその専務と会社の未来について話をしてたんだけれども、その後、まあ、仙台のね、まあ、亡くなってしまう方が、なんかそこになんかこう寄り城みたいな感じで入り込んでいて、だから社長はその楽しい、おそらくまあ受付の人とかに、聞いてみると、いやあの専務さんとお出になりましたよっていう証言だったので、専務さんと食事したのは確かに間違いないけど、でも記憶の中ではそんな記憶は一切ない、仙台の亡くなった友達と食事をした、言い換えても食事ができたわけですね。そうですね、そうなんです、だからパラレルワールドみたいな、なんかお話ではありますよね、食事行ってる世界線と行ってない世界線があるみたいな、亡くなられた方って死因とかっていうのは分かったんですか。まあ闘病生活なんで、まあ癌とかなんとかそういうことじゃないかと思うんですよ、だから出歩けるような体じゃなかったので、主人ではありませんっていう奥さん、なのでだから本当にその方が飛んできて、そのね専務の体を借りてご飯ができたような感覚を味わわせてくれたみたいな、そういう記憶に慣れていたとかっていう、なんかこう念思いが飛ばした奇跡みたいな時間だったんですかね。そうですね、不思議ですね、聞いたことない話ですよね。どうですか、次あたり何かこう気になるタイトル、他の方でもなんかこれ聞いてみたいとかあります、タニスさんとかもね、まあ、結婚戦って言ってますから、これまあ僕なんですけどね、はいはい、あマネージャーの結婚戦、はい、マネージャーの結婚戦、そうです、あの、まあ、僕のマネージャーのもう20年近くずっと、ね、一緒にやってもらっているこう男性マネージャーで、今現在まあ結婚もされて、お子さんもいて幸せに暮らしてるんですけど、15年ぐらい前ですかね、まだ当時の、ずっとこう彼女がいないで、今の奥さんとも出会ってない時に、なんかまた別の彼女ができたんですよ、で可愛らしい方 ですごいなんかウキウキしてて、でトントン拍子でなんかこう今度一緒に住むかもしれないですみたいな話をして、あすごいねって言ってたら、結婚線っていう線あるじゃないですか、手相のね、これがもう本当に日に日にどん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 伸びていったんですよ、手相って変わるんですけど日に日に伸びていって、伸びていくって結婚が近い一応サインとされてるんですけども、でこの彼女さんが韓国の方に旅行に行った時に、本当運悪くっていうか、まあ韓国でちょっと別の方と運命的な出会いしちゃって急に振られちゃったんですよ、ってなったらもう日に日にその結婚数が短く縮んでって最後亡くなったってことがあったんですね。でこんだけ手相って変わるんかいと思って怖かったんですけども、ただこの結婚線ってですね、ちょっと面白い線で、
3本あるから3回結婚するんだと、これ5回なんですね。おそういう場合は何本かある場合は一番長くて強い線を見ていったりするって線なんですけど、むしろね向きが大事で、上向きとかまっすぐだと結婚に前向きとか、あとは結婚してる方からすると夫婦円満とか、下がってると結婚に後ろ向きとか、既婚者の場合はちょっとこう最近ね思いやりが足りませんよ、すれ違ってますよっていうサインと言われてるんで、ぜひねこれ線で上がるように頑張っていただきたいんですけども、この結婚線っていう線がですね、実は昭和ぐらいから急に名前が変わったんですね。それまでは結婚線じゃなくって根性線っていう名前だったんですよ。どういう感じで書くんですか？根性があるない、あ、そっちの根性、そう、まっすぐとか上がってると根性がある人、下がってると根性がない人っていうのがいつの間にか結婚線と名前を変えたって面白い線なんですよ。そんな変わっちゃったんですね。だから本当に結婚っていうのは、まあ、根性なんですよね。なんでするんですか？そうだから厳しいな、根性です。だってね、他人と暮らすわけですから、やっぱりね、そういう根性がせんかったんだよ。でもそうだから本当に言いたいです。皆さん今結婚考えてる方、本当にその結婚していいのかどうか一度考えていただきたい。怖いって怖いって僕は今27歳で今年28ですけど、結婚をしたいなっていう欲とかがこう湧かないんですよ。全く湧かない。いろんな価値観があるからね、全く湧かないんですけど、何をこうきっかけに結婚しようってなるのかなっていうのをちょっと教えていただきたいなと。ノブさんいかがだったんですか？僕はもう付き合いがなかったですよ。付き合い長くて、僕のちゃんとした理由は、はい、その付き合ってた彼女、今の奥さんの20代を全部僕が奪ってしまったんですよ。奪うというか、そう、まあ、青春時代をね、青春時代、はい、一番楽しい時間を僕に費やしてくれたんで、もう僕が一生面倒見ますっていうプロポーズをしました。かっこいいやないかい、なんかこれめちゃくちゃかっこいいこと言ったな、なんか、ね、そんな言ったらちょっと僕の話聞いていただきたい。すいません、ね、ご事情、13年お付き合いしてる方だったんですよ、はい、で、なんかね、なかなかこうずっとこうね、付き合うだけの時間が過ぎてしまったんですけども、はい、ある年末にですね、なんかイベントに出たんですね、はい、で、そのイベントで囲み取材でね、結構ワイドショーの、ね、レポーターさんなんかもいらっしゃって、島田さん来年はどんな年ですかみたいなこと言われたんで、来年はね結実の年になりますんで、まあ結果が出やすい年っていうね、まあ、占いではそんな年ですね。じゃあちなみに長年付き合ったカップルが結婚するとか、長年付き合ったカップルが別れちゃうとか、どっちにせよですね、結果が出やすい年ですよなんて話を一応したんですよ、囲み取材で。そしたら一人の芸能レポーターが、島田さん彼女いるんですかって急に来たんですよ。なるほど。で、別に隠すことはないから、うん、ああ一応います。じゃあ島田さんも来年結婚ですかって言われたんで、はい、ああまあできたらいいですねって言った10分後にヤフーニュースに島田来年結婚宣言って出てたんです。したら向こうのご両親からすぐ電話かかってきて、しゅうちゃん何言ってよみたいな、見たよニュースでも電話すごいかかってきてるよ、えそうなの、もうねそんな話になってるのみたいな、うん、はい、そうです、そうです、いますよね、なるわ、はい、っていうことで結婚させていただいたっていうね、超ダサいって話です。え、これ結婚性って どこにあるんですか？ どっちの側の手見ればいいんですか？まあ、小指左手ですね。ももさんあるんですか結婚性？いや、僕あります、島田さん。僕島田さん見ていただくことないんで。そうやって見る、急加工してますね。急加工急加工急加工あるんですか、そんなこと。だからやっぱりその結婚に対してまだ準備ができてないとか、はい、まだまだちょっとこうね、ちょっと幼い部分があるかもしれないとか、結婚に対してもこう夢見がちで現実的に見れてないとかっていうことがあるかもしれないですね。なんで怪談の番組で手相の話してるんだよ。いや気になる、気になるんだ、それは流れそうじゃないですか。そうですね、そうなんだ。ちょっと後で楽屋行っていいですか。見なきゃいけないんで。ちょっとなんで、以上、もう時間になっちゃいましたよ。大丈夫ですか、大丈夫、話したかった、話これはどうしても話したかったとかない、大丈夫ね。聞きたいなと思う、なんか鬼の夫婦来たやつ。あ、鬼の夫婦ね。あ、楽しい。これね、皆さん夫婦なんかが、夫婦が嫁、奥さんが鬼になるとかそう思うじゃないですか。はいはい。違う、本当の鬼の夫婦なんですよ。本当の鬼の夫婦が赤鬼、青鬼のいらっしゃるんですよ。それが、奈良県の吉野郡にある下北山村っていうところにお中坊という宿坊がありまして、はい、でここのご住職さんが、ご吉祥義行さんといって本当に鬼の子孫なんです。どういうこと？でこれがね、奈良県に、縁の行者という修験道の開祖がありまして、縁の行者という人が連れている弟子2人っていうのが
前期5期って言って前の鬼後ろの鬼と書いて前期5期という夫婦の鬼なんですよ。で縁の行者が昇天って言ってね、まあ天に昇る時に弟子の鬼2人にお前たちが、子孫を作ってで5つの宿坊を建てようと、うん、でそこで修験の山伏たちの、力となるように、手助けをしていけって言って天に昇るんですね。でそれを守って本当生まれた子供が 5人の子供が生まれてそれがね、五鬼熊五鬼城五鬼継ぐ、五鬼城五鬼道っていう5つのこの本当に家系がありましてそのうちの五鬼女さんが今も残ってるんです。1300年1300年、はい、でその宿坊に行ったんですよ、はい、めちゃくちゃ登りましたけど山 前期山というところ登ってでご住職に話を聞いてで本当に鬼の子孫なんですかって言ったら、まあ、ご住職は、まあ、鬼というのは私の考えだと、まあ、そのなんていうのか神様と人間をつなぐ存在だと、うんっていう意味で私は鬼の子孫として誇りを持ってますって話だったんですけどなんかそれぞれに役割があるらしいんです。その五鬼熊五鬼城五鬼道五鬼継ぐ五鬼城にじゃあ五鬼城さんはどういう役割があるんですかって聞いたら5つの鬼に助けるって書いて五鬼城なんですけど、はい、うちはねスケベーかなって言ったんです。ガハハって笑い出してめちゃくちゃ怖いじゃないですかボケなのか何なのかが分かんない。確かに怖い。そしたら奥さんが何言ってんのあんたみたいな感じで出てきてで、あーごめん母ちゃんみたいな感じでやってるんですよ。その五鬼城さん夫妻が、はい、で、まあまあ君今日帰り大変だからこの高級食パン持って帰りなさいって言って高級食パンもらってありがとうございますで、そのままなんかねバスが1日1本しかないから明け方4時ぐらいに山降りないといけないと。で、降りてる時にその高級食パン急にお腹空いて、はい、めちゃくちゃ2時間ぐらいかける山道なんですけどあちょっともらったから食べようと思って食べて止まったんですよね、はい、で食べた瞬間崖からカモシカ降りてきてドドドドドドって降りてきたんですよ。うわって僕高級食パン食べてなかったらカモシカとぶつかってたって思ってあそんな近くにそのもう目の前ドドドドドって駆け降りていったんですよそんなことバッて高級食パン食べてる瞬間に後付け違うこれマジでそのまま進んでたらバーンって出てるその時に思ったのが助けられてると思って五鬼女の女王五鬼女じゃなくて助けるの女王女王で私たちで、まあ、印象的だったのは本当私五鬼女さんは、私はその子孫として継いでるけど奥さんがこの一生懸命いろんなもう切り盛りやってくれるとお世話とかだから本当は私は奥さんに頭が上がらないと、うん、で前期五鬼っていうのは夫婦の鬼なんだけど私が前期なら血はつながっていないけど私の妻であるこの方は五鬼であるとだから私たちは鬼の夫婦なんですっていうのを言ってましたね。あ面白いですね。いい話でしょ。どうなん DNA とかもね、うん、いやみたいなとかそうですよ、ね、どうですかその鬼の末裔って、ねうん、でも面白いですね、うん、いやこの話は面白いですね。で他 その家は全部やっぱもう廃墟になってるというか、うん五鬼城さんだけが続いてて逆に芸人仲間で鬼退治をした渡辺の綱の子孫がいますで渡辺の綱じゃないですか、はい、だからその家系って自分の名前全部一文字なんですって漢字、で僕ちょっと忘れましたけどやってはいけない決まりみたいなのがいっぱいあるらしいです、はあ、鬼退治の子孫未だに残ってるんです、ねはい、残ってるらしいです。またそういう話もねまた詳しく聞いてみたいですね。今回ですね夫婦をテーマに、ね、話していただきましたけどもねやっぱり妻のことをね、まあ、神さんとか言いますけど本当にうちの場合はね神さんというか神様という感じでやっぱ神さんというふうにねやっぱ思ってるなって今日強く実感しました。これはオカルトですねオカルト神様のカルトでもあるそうかそうです。これはオカルトです。神さんが入ってるからね、はい、本当にいつもご指導ありがとうございますというわけで一応初耳井戸端会議でした。